ちょっと餌を何でもできますね。すべての餌を捕まえさばきます。ちなみにこの大きさでもね、4年頃に住んで、マグロとしては全然大きい方じゃないんですけども、今の時期はね、水温下がります。このように釜落とした見えてますね、釜のトロ。ここからこの先だけ、だいたい1キロないぐらいしかトロ取れないんですね。川身に包丁を入れまして、中骨取ってね、おーしょ、新鮮なんでね、まだもちもちでかっ、まだね、裏をやってるのが発想がつくないんですね。これ山の上の方が真ん中の炭なんです。ちょっと反対の炭なんです。川に向かうほど、下に向かうほど油が乗るんですね。ちょっと見てくれますか。赤色と、ちらっと色が見えるわかりますね。ちょっと皮を引いてね、半分に切りたいと思うんです。これね、小トロで、小トロ半分に切りますね。これは4本。はい、ちょっと残念な感じで、下の方はこうなってますね。あれがすごいなと思います。上にも出てますね。下の方は、ちょっとの歌で、どんぐらいかなんだけど、こちらの、